の回いきましょう。13番目は神流町からお越しの斉藤哲夫さんです。趣味で子どもたちに勉強を教えている斉藤さん、先日ラジオにも出演、大変好評だったそうです。曲は君が全てです。気持ちよさそうに歌ってましたね。そうだね、子供の頃から遠藤作品に育てられました。悲しい時も弟子の時も一生懸命歌いました。ありがとうございました。感謝しております。さあ聞いてみましょうか。じゃあ遠藤先生いかがだったでしょうか。はい、少しずつ歩きながらね、ゲストの歌い方が来たんじゃないかと思うくらいの余裕で、そして歌はバッチリとね、もう力を入れなきゃいけないところは必ずそこには魂が込められて、そして歌い上げて、そこが素晴らしい、本当に完璧に近いですね。最近知りたいとか言ってたから、すごいという出ましたよ。さあ続いては井出八先生です。お願いします。はい、声のボリュームといいね、言葉のこの表現力といい、本当に申し分ないと思いますね。ただこれ以上あんまりこう慣れすぎた歌にならないようにね、やっぱり歌っていつもこう感動を与えてくれないとダメですから、そういうものを失わないようにまたこれからも頑張ってください。ありがとうございました。やっぱり斉藤さんかなり練習したんですか。人生苦労しましたからね、毎日がこの職限定ですから。これからも歌い続けていただきたいと思います。ありがとうございました。斉藤さんに歌っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。